はい、どうもお世話になります。デッシーでございます。超魔界大戦ドラボちゃん、引き続きプレイをしてまいります。前回の動画で、木を倒しまして、何の木を倒しましてって、樹木を倒しまして、カミーラちゃんですねの病気を治して、バンパレラの洞窟、近道の洞窟を抜けてこの町に来ました。なんか寒い状態ですかね、雪が降ってますけれども、困ったな。アイスゴンというやつがバンパレラ山の地下通路にアイスパレスという氷の城を作ったんだ。そのせいでバンパレラ城へ行けなくなってしまった。仕方がないから女王様からお預かりした空飛ぶ船を使おうと思ったら凍りついちゃってるの。カッチカチに、カッチカチやでーと。噂ではバンパレラ城がオーアルサーに占領されて、女王様はオーアルサーのお城に連れて行かれたそうよ。ほう、ドラボッちゃんの父ちゃんもオーアルサーのところに連れて行かれたと言ってましたね。うー寒い。オーアルサー軍団が来てから毎日が雪だよ。ほう、ショップありますね。いらっしゃいませ。おー、今度はなんかちょっと落ち着いた感じのお嬢さん、お姉さんですね。稲妻ハット欲しい。ちょっとお金足りないですね。稲妻ハットですか。はい。で、ここが執事のいるとこだと。ここがカードダスですよね、これ。カゴメ。カゴメって何ですか。違うな。ジャンプ力がアップする靴がこの町の草むらにないのよね。え？ジャンプ力がアップする靴がこの町の草むらにないのよね。あるってこと？え？どういうこと？頑張ってくださりませ。じいたちも応援しております。え、あるってこと？マジか。それか本当のことを教えてくれて、世の中にはそういうジャンプ力アップする靴があって、でもこの街にはまだないのよって言ってくれてるのか。あ、ここはカードダス。カードダスなんかやっていきますか。久々に風船いらねえ。あの風船カード正直いらないんすよね、これ。動物さんカード、あれ、カードの種類ってそんなないの、もしかして。お、パンパカパーン。これは幻の妖精カードが当たった。出す、おめでとう。出す。内容わからんぞ。空飛ぶ帽子カードが当たった。出す、おめでとう。出す、全くわからん。空飛ぶ帽子カード、帽子がドラボッちゃんを吸い込んで魔物の攻撃から防いでくれる。あー、バリア的な感じかな。妖精カード、気まぐれな妖精がどこからともなく飛んできて魔物をやる。そんなにむちゃくちゃいいわけではなさそうですよね。とりあえず間違えて使わないようにしないとですね。空靴ジャンプ力アップするのがないですね。まあ行きますか、道なりに。これもう敵？ちょっと行けないんですけど。行けた。うわうわ怖っ。雪うさめ。めっちゃいる。あー、やばい。これはやばい。見た目は、うわー、取れなかった。ちょっと待て、強い。
わお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 。ここから行くってことですよね。そしたら。敵も強くなってますね、これね。どうしよう。レベル5。おい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 、来た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 よ、来たよ。なんやこいつら、ほんま。うわ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 。これは接近戦だと全然ちょっとダメっすね。あ、これで確かハットで、やばい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 。どんどん落ちてくる。やばいやば。ここやばいっすね。ちょっと違う敵と戦おう。よいしょ。あ、ジャンプで乗り越えるみたいな。あ、こういうやつがいいわ。やっぱ強強。ちょっと待て待て待て、やばいやばい。雑魚が強い。ちょっと待って、雑魚が半端ない。え、何こいつマジで。やば。あ、しかも、フィールドにも罠あるじゃん、もう。やば。とりあえず道、うわー、怖い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 、やばいやばいやばい、確実にやばい。ちょっとやば。ちょっと一回戻りましょうか。練習、ああここに来る、本当そうですね、ここに来て、ってか戻ったところでって感じですよね。宿やないのこれ。あ、そう。どうしよう。ちょ、何回話してんね。ちょ、とりあえず記録しましょう。雑魚が強い。レベルが足りてない証拠ですかね。どうしよう、これ。ちまちま一体ずつ倒していくしかないですかね。そうしたら。やば。はい。ありがとうございます。これはもう執事のとこですね。え、ちょっとやばいね。倒すんだったら、アイスの玉ねぎのとこですよね。あいつが一番やりやすかったので、ちょっこし行きましょう。宿やないのか、それは厳しいで、ぼっくんな。いやいやわ、こいついやいやわ。こいつ、こいつが一番いい。 HP は高いけど気をつければ大丈夫やから。なんか投げてくるだけでしょ。投げてきて2食らうんだ。すげえ減るな。やっば。
ちゃ金落としてくれた。こいつよね。怖っ。このね、羽を。やばい。ちょっとやばい。これ何これ、このトライアングルみたいな。ここやるしかないですね。ほい。やっばいっす。こんな強い。どうしよう。ここだったら一応大丈夫なのね。なるほどね。よしよしよし。どないせえっちゅうねん。ビヨーンしか言わないけど、ビヨーンの時動けない。やだな。ここで戦ってた方がいいな。どう、こりゃいいわ。おい、来た。こいつはダメだね。やば。すいません、ちょっとグダってますけど、敵が強いです。頑張ってくださりませ。経験値次上がるね。ちょっとトマト買って、とりあえずトマト買って、あの若干レベル上げします。すいません、ストーリーこっから進むのむずいですわ。やばい。OK。ここが一番安全ですね。混んで来るな。ウィーツ。急に投げてくるわな、おい。はい。まあ帽子投げるのもちょっと慣れてきたというかね。
こんな難しかったかな、そんなイメージ全然ないんですけどね。難しいんでしょうね多分ね。もっとね上手い人だと本当ノーダメージとかでいけるんだと思うんですよね。多分ね私が下手なだけ。多分レベル上がるんじゃないのかなこの2匹で。上がんないかな。多分レベル上がればちょっと火種も減るような気がする。 HP デカトマト1個増えるだけだと割に合わない。さすがにオッケー、削っていく。ほらレベル上がりましたね。これで完全か。おきゃ来た。おきゃ、よしどうしよう、行くか。じゃあ行きますか。とりあえずレベルも上がったし、とにかく行き場所が分からないと話にならないですからね。ここ行ってイエティ、やっぱいの来たよ。うーわ、マジか、やっば、こわ。上かな、やばい。これはやばい。お、なんかスイッチある。おー、なるほど、いいね。でここに入っていくわけですね。いいね洞窟。RP、 うわ、ああ羽で投げるとケツが、ちょ、うわ、ニョロさんいる。ニョロさん、何あれ、うなぎ、うわ狭い。あ、でも攻撃力とか上がってるかな、もしかすると。本当になんていうかダメージも減ってる気がするね。ほら1しか減らないですもんね。さっきミニトマト2個減ってたんで、まあこれちょっと楽ですね。なんかおるで、誰、おい、あなたがドラおっちゃんね。どうして僕くんの名前を。もうこの辺じゃ有名よ、ドラキュラや大陸からオーアルサー軍団を追っ払ったんですってね。すごいわ。怖い。いやーそれほどでも、もうデリデリしないの。ところで実はこれ内緒の話なんだけど、怖いよこれ。アイスゴンのね弱点はね鍋焼きうどんなんだって。え、本当でぼっくんか。もちろん本当よ。あ、それとねアイスゴンはレベル11ぐらいなんですって。ほう、貴重な情報どうもありがとうでぼっくん。これあいつやん、エンドラじゃん。ふふふ、トラボッちゃんせいぜい頑張ることだね。これでアイスゴンがやれれば魔界最強はこの私、炎の魔女エンドラ様になるのさ。ほう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 、ほら、あ、そうそう、名前を聞き忘れたでぼっくん。お姉さんなんていう名前でぼっくんか。かわいいドラボッちゃん。え、あの、そのエンドウっていうエンドウさん、おかしな名前でぼっくん、名字やん。じゃあエンドウさんまたいつか会おうでぼっくん。ドラボッちゃんいいね、面白い。
イエティやば。これさ、時間かければ確かに倒せるけれどもっていう話よ。やっぱやばい。かー、頼む。もうちょっとね、火力が欲しい。連続攻撃できる火力っていうかね。いやでも鏡田が頑張ってくれてるのか。あ、でしかもアイテムでトマトを回復アイテム落とすからこんぐらいがちょうどいいでしょ、決して悪くはないよっていうぐらいなのかな、もしかすると。あくまで同じ行動すんなっつ。あぶな。オッケー。ダイスゴンの実績を落とす、評価を落とすためっすよね。エンドだか弱点を教えてくれたのは。てか鍋焼きうどんなんてどこにある。あ、これは記録します。間違えた。まあいいや、トマト使いましたね。あん中か、あの城は何でしょうかね。バンパレラかな。うわ、スノーボーイやばい。これあいつと一緒やん。ヒューヒューと一緒。これはやばい。まあこれ一定の間隔でやってれば目は回んないんで。あれ、ここら辺トマトありましたよね。この野郎、これまた羊行きかな。なんかね、これちょっと滑ってる感じ。そんなことない。キー、お前誰だ。ボックンはドラキュラ屋の王子ドラボッチャンで、ボックン俺はオーワルサー軍団最強の戦士アイスゴン、オーワルサー様にこのアイスパレスを任されている。お前強いか。強いで、ボックンよ。じゃあ俺と勝負しろ。俺絶対負けない。ボックンこそ負けないで、ボックン。マジか。まあ相手の動きですよね。はい。で、なるほど、つらら攻撃やばい。なんかビーム出したね。はい。ちょっと待て。アイスゴンレベル11。怖いな。スララをやってくるってわけですね。とりあえず回復して。なんだお前弱い。もっと腕を磨くことだな。もう一度勝負したければこのアイスパレスの一番奥まで来るがいい。やっぱりアイスゴンは強いで、ボックン。鍋焼きうどんがないと勝てないで、ボックンか。イベント戦だったんだ、まさかの。いやでもあの攻撃されたら結構きついで。これはここで、おい、ちょいマジか、こいつやばい。こよ、これやばいな。ここ
うわ死ぬ引いても地獄、引かなくても地獄。こっちもいけるな。これね滑るんですよ、なんかここちょっとですけど、うーわこんな罠があるとは。羊ちゃんに助けてもらいます。ちょっと待って、この動画いいとこないわ。レベル上げもちょっとしかできてないし、これまあいいところは本当死んでもジャダが減らないってところですよね。アイスゴン、どうするゴン。まあちょっと行くしかないですよね、とにかくね。まあ分かったのはレベル上げれば火ダメも減るっていうこと、それは分かったんで、なかなかいいかなと。そうですね、1しか減らないですね、ここで。なのであとはアイスボンの動きにもよりますかね。そうするとこの前の木みたいに変な動きとかしてこなければ、まあ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 なんとかなるかなと。あ、木みたいにパターン化されてればそんなに難しくはないかなと思うんで。イエティやばいわ。ちょい間違えた。けーくー、イエティの体当たりはまだレベル足りてない。 2食らいますね。プチトマト2個持ってかれますね。やっば。こっちは何かあるのかな。鍋焼きうどん、鍋焼きうどんどこにあるんだろう。アイスパレスの中のどっかにあるってことなのかな。ちょい、ちょっとダメージがね、ちょっとダメージ与えた時には倒したいんですよね、どうしても。ビヨーンやめて、ビヨーン、これビヨーンやばい、止まっちゃう止まっちゃう。ビヨーン、エンドラがいたところですよね、ここは。カミーラがもうちょっと積極的に全部敵に体当たりしてくれればちょっとは違うんですけど、まあそれ言っててもしょうがないですからね。あくまで自分のあれで頑張んないと。やばい、これやばい、スノーマンやばすぎだろこれ。ここにアイスマンがいて、あでもそうか、結局左行かないとダメってことか。いやースノーマンひどいわこれ。やっば、うわーっと、罠と、何これ何これ、炎と弓、やばい、炎と弓があって、何こいつ、
うわ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 、よくわかんねえの来てるしよ。くー、ちょっと待って、マジか、たどり着けねえぞボスまで。下何、下なんかあるでしょこれ。ああ、下からも行けますよ。うー全然ダメ、マジか、超むずい。羊ちゃんに助けてもらうと。そうしましたね。ちょっともうちょっとね進めていきたいと思いますので、ちょっと飽きずに次回もぜひご覧いただければと思います。本当にここまでご視聴いただきありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。